はい、皆さんこんにちは。今日もキングダムズリボンやっていきたいと思います。前回ですね、こちらの家の方をアップグレードして、今住宅が3ですね。そしてティアが上がってティア1になりました。研究の方の技術ツリーの方も中世に行きましたので、まあこれで新しいのをどんどん取っていって町の方を発展させていきましょう。そして右の方にですね、タスクの方もありますので、こちらもこなしていきたいと思います。特に現在困っているようなものはありませんね。食べ物もめちゃくちゃありますし、問題ありませんので、まあ現状を維持しつつ、まあどうしようかな、まずはレンガとか作って家の断熱などを上げていきましょうか。レンガ工房の方の研究が終わりますね。はい、これで OK。さあ、技術ツリー、アップグレー、グレードツリーとありますので、どうしようかな。アップグレードしましょうかね。あ、暖房の技術というのがありますので、暖房の技術入れていきましょう。ちょっと炭の方が、炭なくなった。炭なくなったのがすごい気になってましたが、炭なくなりましたね。いや、困ったな。粘土と石炭からレンガを生産しますと。やばい。レンガ工場結構でかい上に、そこまでいっぱい、あれ、ね、炭がないんですよね。困りましたね。よし、まあ、でも、ここで作っておかないとダメでしょうから、作っておきます。石が120個とかなり多いですね。さあ、とりあえず春になってきましたので、こちらではキャベツ、そして下の方では薬草の方が作られるのではないかと思います。よし、これで食べ物、新しい種類が増えますね。現在ティア1は家具と陶芸が来てますが、両方とも在庫が出ない状態ですね。一応陶芸の方はもう一個ここに作れという、やつは与えてはいるんですが、まだなかなか来てくれませんので、まあ、少し待つという感じですね。さあ、移民の方が来ましたので、受け入れてあげましょう。さあ、熱意の方でももらっておきましょうかね。さあ、こちら、レンガ工房の方もできましたね。まあ、レンガがあるのと、あと、あとは石の数があれば、レンガの方が少しアップグレードできそうです。ああ、すごいな。みんなちゃんと持ってきてくれてますね。現在、レンガの方はどれぐらい ?70%。特にスロット空いてますので、適当に入れておきましょうか。よし、これでレンガを作ってくれれば、家の方がアップグレードできますね。暖炉がアップグレードできると。そうすると炭の消費量が減ると思いますので、よし、これでなんとか炭貯めていきましょう。あとはなんだろう、道具の方がやけに減ってきましたので、まあ道具の方も少し作っていかないといけないかな。お、ようやく陶芸の方が、陶芸2つになってから少し在庫が出るようになりましたね。まあ、椅子というか家具の方はまあなくなったりとかまちまちですが、2軒建てたことあってしっかりと、あ、なくなった。しっかりと補充はされているみたいですね。あ、保管所の方がいっぱいになってしまいましたので、少しですね、アップグレードしていきましょうか。さあ、これ7つの家でアップグレードができました。これで少し空きますね。資源がマジで置く場所がかなり困ってきました。ちょっとこちらの方に増設して資源倉庫作っておきましょう。まだここも若干だけ入りますね。少し作っておきます。さあ、現在ですね、人口の方は80名ということで、まあ目標は100名となっていますので、もう少し家の方も建てていかなければいけませんね。それで、こちらの方ですね、もうちょっと建てていきましょう。こちら、酒場が入ってるスペースの方にどんどん入れていけば、まあ、幸福度的なのが上がっていきますので、家の方建てていきましょう。どれぐらいかな?どれぐらい入ってますかね?こっちあんまり入れすぎると、
陶芸の方に行くのかな。陶芸はあれかな、苦情が来ないタイプでしたっけね。ちょっと覚えていませんが、やっぱり苦情来ますので、ちょっと気をつけていかないといけませんね。まあ、横はこれぐらいが限界かな。そうですね。ここの家まで次被るとダメですので、まあ、あと一軒ここを建てるのが最後だと思います。さあ、技術スリの方アップグレードしていきましょうか。何を作ったらいいんだろう。小麦が作れるので、ビールもちょっと作れるようにしていきましょうか。よし、どんどん、住みやすいところにしていかないといけない。ティア1の方がですね、陶芸は余ってきましたね。ただし家具がカツカツなので気をつけないといけません。建物の方がレンガができてきましたので、こちらですね、アップグレード中世の水準ということで、こういうのはなかったような気がしますが、なんだろう、この時代に合ったグレードに上げることができるみたいですね。とりあえずまあ2つしかありませんので、こちら上げていきましょう。これで中世の時代に合ったものなので、作業速度が上がりますね。こういうやつもか。あ、そうだ、粘土の採取場とかも全部、レンガを使えば上がるのかもしれませんね。その他はどうだろう。あ、レンガ工場は無理と。ただこちらの方ですね、石が265ありますので、石を使ってアップグレードはできますので、アップグレードしていきます。家具とかはどう？あ、家具屋さんもできるんですね。家具し上げていきます。道具の方は上げられない。こちら、採石場の方も中世の水準ということで、こちら上げることができますね。やっぱりレンガはかなり必要ですので、レンガを作るところをもうちょっと増やしてもいいかもしれません。さあ、なんか気づきませんでしたが、ここにですね、秋葉屋という T2 という人らが増えてきましたね。なんだろう、これ外交すればいいみたいですが、こんな人らいたっけな。さあ、まあとりあえず今のところは害がありませんので、土地とか最初に広げといた方がいいのかな。来られる前にこのところの周りを、陣取ってしまいましょうか。さあ、食べ物の方は1200ぐらいあったのが若干減ってきましたね。そろそろ食料の方も何か新しいのを考えた方がいいのかもしれません。さあ、時代は進んでますね。徐々に図書館などもできるようになりました。さあ、これで研究ポイントが上がるみたいですね。ちょっと動物の巣がありますが、ここは壊して、一旦ですね、こちら図書館の方を建てましょう。人口の方はどうなんだ？もう99人なので、あと1人でとりあえずタスクは達成できそうです。他に在庫が足りないのは何だろう？石が足りない。レンガはまあまあできてきていますね。これ魚、魚釣りもいけるのか。これぜひアップグレードしておきましょう。ちょっと食べ物が900と減ってますので、気をつけたいところですね。よし。いろいろなものが中世仕様になってきました。品物ですね。石の工具の方は、こちらにもう一個作りましたので、まあ多分今から増えていくのではないかと思います。よし、図書館、そして羊ができたので、キノコをやって産業革命かな。産業革命から次はパン作りに向けて少し、動き出したいと思います。町の方ではツール不足が来ましたね。やばいな。石のツール作るところ2つ作っていますが、間に合わないみたいですね。ちょっとお金で解決するしかなさそうですので、どこだ？ツールを買っていきましょう。それとやっぱり、ちょっと高いな。うわぁ、高い。50も買えない。石のツールはないのかな？あと食料の方も結構、こうなくなってきましたので、食料も少し買うんじゃないや、作っていきましょう。
や畑の方をどんどん作っていかないとかなりまずいですね。さあ7年目が終わりましたということで、食料の方は結構厳しい感じですね。地面をこちら側を買いたいんだけど、ここは1800必要ですので、今すぐになんかすることはできません。よし、技術でどうしよう。パン作りが一応解放されましたが、これアップグレードで農作物の方の技術を上げていきましょうか。こちらを上げてキャベツの生産量を増やしていきましょう。さあ町全体の工具がなくなりましたね。まだ30こちら買えてないので、あ、ちょっとアップグレードするか。積載量も上げたいところですが、ちょっとと難しい。そして食べ物が1200ぐらいあったのに、もう400切り始めましたね。これめちゃくちゃ気をつけないといけません。さあちょっとこちらの方領有権取っていきましょう。どうだ、これで川沿いが少し整地されましたので、ここからもう少し、どうしよう、小麦を作るかそれともキャベツを作るか悩みますが、小麦を作っていきましょうか。でパン屋さんとかを作っていくという感じにしましょう。建物の方もちょっとここに、あ、間違えた、ここじゃないですね、ちょっと間違えましたが、道を通してから作ることにしましょうか。さあかなり食べ物厳しくなってきましたね。やばいので、こちら側にも少し作っていきましょう。いや、どれぐらいの範囲で作ればいいのかな。さあもうちょっと作れそうですね。ここ全部いきましょう。ここキャベツの畑にしましょうか。少しこれで収穫すれば食料の方回ってくるかもしれません。さあツールの方がめちゃくちゃありません。何が足りないんだろう。あ、木材もなくなってきたな。さあこちら入れてちょっと生産能力を上げていきましょうね。いろいろとちょっとここ人口が128人ですね。ちょっと増やしすぎたのか、一気にバランスが崩れてきてピンチになってきました。さあ風車小屋とパン屋もできましたね。これで風車小屋を置く。そして小麦を取りましょう。そしてパン屋さんでパンを作っていきましょう。よし、ギリギリのところですが、なんとか食事、キャベツも取れ始めましたので、なんとかなるかな。それがちょっと心配ですが、このままとりあえず行きましょう。レンガがないのでパン屋さんは作れませんかね。レンガが50必要と言っています。さあ、まあ、とりあえずパン屋さんも設置ということで、あ、完成した。食料庫ができましたね。全部のものはここの中入れればいいですので、あとは小麦を作ってパンをいけば OK ですね。さあ食料の方がなくなってしまいましたね。ピンチですね。ようやく今小麦粉ができたので、この小麦粉を持って行ってくれれば、少しはできるのち、パンができるのではないかと思っています。さあちょっと農業技術上々に上げていきましょう。こちらの方はちょっと買ってる余裕はありませんね。いやーやばい、食料がなくなってきて今、8年目のサマリーが出ましたが、これを見てる余裕がありません。お、そしてティアがなんか、ティアじゃない、レベルが上がったのかな。こちらなんだ、あ、ビールができ始めたのか。ちょっとビール今作ってる場合ではないので、なんとかしたいところですね。こちら一旦ビールを作るのやめて、全部小麦やパン屋さんに持って行ってもらいましょう。結構ギリギリですね。なんとか食いつないでいますが、もうちょっとパン屋を作らないと結構厳しいかもしれません。小麦が間に合ってませんね。小麦をもっと作っていかないとパン屋ができず、パン屋が、稼働しないと食料の方がもうなくなってしまうというかなり厳しい状態となっています。まあ、炭の方も今冬なんでね、どんどんなくなってきますので、炭の方もちょっと作りながら、
行きましょうか。まあ、まずは食べ物の確保をなんとかしなければいけないでしょう。さあ、かろうじて食料の方はギリギリで生きていますが、かなり厳しい状態ですね。小麦の方も植えていますが、小麦全部なくなってますので、もう少し生産しないと小麦の方が追いついていません。パン焼くのも限界だと思います。畑の方も少し増やしていきましょうかね。キャベツか何か増やしながらですね、もう少し、食料の方を増やしていきましょう。さあ、人口の方はもうすぐ130人のぐらいなんですけど、結構厳しいですよね、やっぱり。現在も下の方に伸ばして、あ、こっちにもなんか人がいるな。全然気づきませんでした。こちらの方でも少し、木材そして石ですねを取っていけるようにしていきましょう。はい、ということで今日はこれぐらいで終わって、また次回ですね、この続きやっていきたいと思います。人口ちょっと増やしたら、機内バランスが崩れてしまいましたが、なんとか、持ち直すように頑張りたいと思います。まだちょっとバイキング特有の建物とかが出てませんので、しっかりとそちらが見れるようにしていこうと思います。それでは皆様ありがとうございました。